アクス市は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区アクス地区に位置する研究市。同地区の業所が所在する主婦である、ウイックル族、漢族などが居住する。アクス川とタシカン川の間の平原部に位置し、町の西を流れるアクス川は、カシュガル川、ホータン川と交流してタリム川となる。アクスは、ュル力の言語で、白い水を意味する言葉で、町が、 洪水に悩まされたためにこの名が付けられたと言われている。前漢の時代にはシュートメスミ国がアクスに栄え、南城と呼ばれる都の城が置かれていた。新の王門の時代にシュートメズミは西のオイヤド国の王を殺害し、この地を併合する。やがてシュートメズミはタリム盆地の支配権を獲得したサシャ国に侵入し、五漢中期から新大和ではキジ国に服属する。 記事の後、シュートメスミ国はさらに、エフタル、従前、突欠に従属していたと考えられている。党の仏像、現状三蔵が、大東西域危機の中で、靴しの西にあると伝えた、抜六過国はシュートメスミ国に否定されている。西域を征服した党が、安政徒国と安西四鎮を設置した際、シュートメスミ国の故地にシュートメスミ州が設置され、町会場が建てられた。 670年には地下江城は、チベットのトバンの攻撃を受けて陥落し、679年に、党は脱会するが、790年に、再びトバンの支配下に入る。壮大のアクスは、ウイグルの支配権に入っていた。13世紀に成立した元朝の統治下ではアクスは、大藩の直接統治下に置かれるが、やがてモグーリスタン藩国の支配下に入る。十五世紀初頭に、 ティムール・朝で成立した歴史書ザ・ファール・ナーマは中国の商人がアクスを重要な都市と認識していたことを記している16世紀のモグーリスタン藩国で表された歴史書タリー・ヒラ CD でもアクスは東トルキスタンにおける重要な都市の一つに挙げられカシュガル藩国の成立後もアクスは重要性を保ち続けるジュンガルの支配を経て1760年に 真の支配下に入り、温宿直礼衆が設置された。薬部部クの乱の際にアクスは、薬部部クによって占領され、1884年の新教省の設置に伴って赤津池路が設置される。1907年にアクスを訪れた日本の軍人の日の京は、り力校の中で商人、家畜で混雑する街の様子を記録している。 1913年に赤津生ける県が置かれ、1983年に県が廃止されて市が置かれた。七街道、ニチ四号を管轄、特産品の羊毛を利用したギャバジン、サージ、フェルトなどを製造する工場が稼働している。地下に埋蔵されているアラガネシオは塩化ナトリウムの含有量が96から99%と多く、現地では水晶時を コーリジオと呼ばれて陳調されている。ありがとうございます。